ダルビッシュ、79日ぶり白星で今季8勝目、6回7奪三振1失点の高騰、大谷は出番なしサンリエゴ、パドレスのダルビッシュ有投手は8日、日本時間9日、本拠地で行われたロサンゼルス、エンゼルスとのインターリーグ、交流戦に先発登板、6回1失点の高騰で今季8勝目を挙げた。なお、指名打者、 リエチ性のないナショナルリーグ球団の主催試合のためベンチスタートとなったエンゼルス大谷翔平投手との初対戦は実現しなかった。ダルビッシュは初回から圧巻の投球を披露。デビッド・フレッチャー内野手、ブランド・ン・マッシュ外野手、フィル・ゴセリン内野手に対し95マイル、約153キロを超える速球系のボールで3者連続の見逃し三振を奪った。続く2回。 先頭のジャレ列ドボルシュナイアシュに不運な二塁打を許し、ギダ四球で一死一、三塁のピンチを背負った。しかし、続くマックス、スタッシュ捕手を浅い右とに打ち取ると、タッチアップした三塁走者を右翼手、フェルナンド、タテイスジュニア、内野手が捕殺、無失点で切り抜けた。すると、直後に打線外挙8得点の猛攻を見せた。大量援護をもらったダルビッシュは、 三回を三者凡退。四回コソマーシュの三塁打。味方の失策で一点を失ったが、崩れることなく五回も抑え、六月二十一日、同六月二十二日ロサンゼルス、ドジャース戦以来となる勝利投手の権利を得た。六回も続投したダルビッシュ。西から走者を出すも型を逃れ、先発としての役目を全うした。この日のダルビッシュは、6回、99球を投げ、 ヒアンダ3、アタ4死91、脱三振7、失点1の成績で8勝目、9敗、防御率3.95、WHIP1.05 となっている。一方のオーダには、この日は出番なしとなった。試合は2回、パドレスが3安打と6つの4死球で一挙8得点。エンゼルスモフアン、ラガーレスガイアシュ、ジオアデルガイアシュのツーランなどで追いすがったが、 8-5でパドレスに軍配が上がった。